母さん、ごめん。先立つ不幸を。お電話ありがとうございます。ヤトでございます。あ、突き落としたー。クソ、あれ、僕もう落ちてる。本当に最後までついてないな。ちょっと待ったー。奥さん、鬱屈した毎日にため息ついてないですか？ご主人、会社と家庭の板挟み、つらいですね。良い子のみんな、仕返ししたいいじめっ子のお友達、いないかな？そんなお悩み、ズバッと解決いたします。早くて安くて安心、デリバリーゴッドのヤトガリ、どうぞごひいきに。うわぁ、日和てめぇ、そんな挨拶より早くこの人助けて。手作り。あ、ご挨拶遅れまして。私、こういうものでした。乗っかってきた。おお、浦沢さんは広告代理店の方でした？ええ、先日会社が倒産しました。もうどうしようもなくなってしまい、最後に田舎の親に謝りたかったんですが、まさかヤトさんに間違い電話してしまうなんて。ああ、あのワンギリ営業じゃなかった。これも何かのご縁です。とりあえずお話お聞かせ願えますか？とりあえず助けませんか？昨年の冬のことでした。一人の少女と出会ったんです、はあ、不思議と目が離せませんでした。で、街に忘れない日に来ました。大好き。そこはゆっくり茶の業績。あ、お殺したの。カピバーは着ぐる。いや、大丈夫。もったんしている。でも、僕にはもうその資格すらない。あの、その彼女の社名あります？何？ちょっと心当たりが。この子です。呉服さん。え、なぜ彼女の名前を？やっぱりな。やっぱりってどういうこと？あれ、言ってなかったっけ？あいつは貧乏神だ。貧乏神？恵比寿呉服はいわば源氏だ。お仕事上のニックネームだ。本名じゃ客がつくわけねえからな。悪いことは言わねえ。マジであの女だけはやめとけ。貧乏神は厄災しか起こせない。下げマン中の下げマン、クイーンオブ下げマンだ。さらに言っとくと、あの女にはおっかねえ旦那がいる。しかも呉服は、ああ見えて年間だ。お前の母ちゃん、いやばあちゃんよりもはるかに年上の大年間だぞ。よし、今から呉服との縁を切る。縁を切るって？切っとる。呉服にまつわる全てを忘れる。嫌だ。彼女を忘れるなんて、そんなこと絶対に嫌だ。このまま縁を切らねえで言うと、お前本当に死ぬぞ。構わない。僕は心から彼女を愛している。バッカロー。自ら死を選んだ奴が愛を貫き通せるか。通せるか。早くして。何この本気の茶番。よし、ユキネ、お前の出番だ。待ってよ、俺縁なんて切ったことないし。大丈夫だ、お前ならできる。俺を信じろ。来い、接近。呉服に何か伝えることは？呉服ちゃんお幸せに。それだけです。確かに聞き届けた。わい、ヤトガリ来たりおる。この絵にし、石器を持って断ち切らん。